はい、 YouTube をご覧の皆様こんにちは。もじゃもじゃ系プチ YouTuber のパンサー450でございます。今日はですね、このねベリンガーのねウルトラビブラーの UV300、 これをね、紹介したいと思います。というのもですね、先日あの YouTube 動画アップしましたけども、コンプレックスノーモアライズ、あの曲でねもちろんこの UV300 を使ったんですけども、今回ね武道館でね布袋さんで珍しく今まで通り弾かなくて、いきなりイントロからあのリフを弾きましてですね、ギターソロだけでビブラートがかかっているというバージョンを布袋さんがやったので、僕をそれを真似をしてね、ライブハウス自宅でやったんですけども、もしあのまだ見てない人がいましたらですね、ぜひそちらをご覧いただくと、ギターソロで揺れる感じでビブラートがかかっております。なので、今日はこのビブラートをじっくり紹介してみたいと思いますし、一番最後はね、本当だったら、まあ、これはね、ボスのね青いねビブラートのクローンなので、その本家本物のビブラートがあればいいんですけどもね、あのエフェクターがなかなかあのものすごい激レアなエフェクターでございまして、見つからないんですよね。なので、今回そのビブラート本物とは、サウンド聞き比べできませんが、このジャズコーラスのねここつまみに、コーラスとビブラートがあるんですけども、ここのビブラートにセッティングしてですね、ジャズコーラス40のビブラートと、ベリンガーのビブラートと、この2台2つでねサウンドにね違いが出るのか、試しにね弾いてみたいと思いますので、どうぞ皆さんの耳で聞いてみてください。そして一番最後はですね、前回ね発信サウンドの聞き比べとしましてですね、 DM3 と DM2 技と、ベリンガーの VD400 をやったんですけども、この DM2 の技がね、このモードあるじゃないですか、まあ、S が要はスタンダード、そして C がカスタムといってですね、このカスタムモードにしてしまうとディレイタイムの長さが長くなるので、やっぱあの聞き比べにね対象にならないってことで、これをねスタンダードの方にしてないとね、あの意味がないらしいので、一番最後はね DM2 技の発信サウンドをもう一度ちょっと鳴らしてみたいと思いますので、皆さんの耳で聞いてみてください。スタンダードにしたら大体これでみんな同じになるのかな。ちょっとやってみたいと思いますが、まあまあとりあえず初めは、ビブラードのねサウンドからいってみましょうか。はい、それではビブラードの説明をしていきましょう。セッティングは現在こんな感じになっております。というのも布袋さんの真似です。布袋さんの、現在の、メモリがこんな感じになってますので真似しております。ディープが結構深めですね。ちなみにピート・コーニッシュに組み込まれた時はですね、もうちょっと浅かったんですけども、現在はこんな感じになっておりますね。で、このエフェクター面白いのはこのモードですね。モードをちょっと説明しましょう。このモードにね、アンラッチ、バイパス、ラッチとあるんですけども、まあ、僕はアンラッチを選んでるんですけども、なぜなら布袋さんもそういう風になってるからね。アンラッチはね、要は踏んでる時だけ、ビブラードがかかりますよっていうやつですね。で、バイパスは踏んでも何もかからない。そして、ラッチは普通のエフェクターはオンオフですね。ただこれだけのことなんですけども、なぜこんなものがついてるかというのはですね、まあ詳しくはね、URL 載せておきますけども、そちらを見てね、勉強していただくといいと思うんですけど、面白いのはね、要は、なぜバイパスがついてるかと言いますとですね、これね、構造上でトゥルーバイパスになってないので、エフェクトをオフにしてないかっていうのもね、やっぱり影響、中の回路上ね、影響してしまうそうなので、極力ね、ビブラードを使わないときはね、バイパスにしとく方がいいらしいですね。その辺がね、まあ、ね、新しいね、ボスのね、ビブラードのね、技とかになるとね、その辺は違うらしいんですけども、こいつはその昔のビブラードのまんまのクローンなので、バイパススイッチがついてますけども、要はその辺はですね、まあ、ディレイと考えたら、踏んで離して、踏んで離してもビブラードが綺麗に残量が残るようにするためにわざわざトゥルーバイパスしてないので、でもそれを使うとどうしても、エフェクター踏んでなくても影響がしてしまうので、それだったらバイパスにしとく、使わないときはバイパスにしといた方が、サウンドの影響変化を受けないらしくて、バイパスモードを、設けているようですね。はい、どうでしょうか。次行きましょうか。それでは実際ね、ビブラートがね、どんなサウンドになるのかね、試しに弾いてみたいと思います。ノーモアライズのね、ギターソロをね、ちょっと弾いてみたいと思います。あえてね、モードはラッチにして、このままで、ギターソロ弾いてみてね、ビブラートの揺れをね、聞いてみてください。あんまり揺れを感じないんですけどもね、2弦3弦とかそっちの単位、
弦でいくとね、ちょっとね、揺れてるのがだいぶわかると思いますね。はい。はい、次はね、モードをね、アンラッチに変えてですね、踏んでる時だけかかる。それで音はクリアーサウンドにして、布袋さんね、意外といろんな曲のね、アルペジオの途中でちょっとだけね、使うっていうことが結構多いので、それをね、ちょっと一度弾いてみたいと思います。こんな感じになるよっていうサウンドですね。いきますよ。こんな感じでよく使いますよね。だから本当飛び道具というよりか隠し味でいろいろ使ったりしてますね、布袋さん今ね。はい。そして次はですね、またラッチに戻しましてですね、サウンド聞き比べやりましょうか。同じ曲のリフをですね、このビブラードとジャズコーラス側の、ビブラードを使って、やってみたいと思います。曲は Dear My Love のイントロをちょっと弾いてみましょうね。まずはい、オンにして、じゃあ行きますよ。ちょっとかかりすぎるのちょっと気持ち悪いね。まあでも今のセッティングでDear My Loveを弾くとこんな感じになります。続いてジャズコーラス側のビブラードを使ってみましょうね。続きまして、ディストーションを切ってですね、ビブラード側にしましてね、ディップこんな感じ、スピードこんな感じで、Dear My Loveのイントロを弾いてみます。だいぶ雰囲気違いますね、これはこれで面白いのかな。ジャズコーラスのね、ビブラードもね、結構面白いですよね。はい。はい、ということで、ベリンガーのね、UV300 のビブラードの音と、ジャズコーラスの JC40 のね、ビブラードの音と、やっぱ違い出ますよね。僕個人的にやっぱこっちのジャズコーラスのビブラードの音の方が好きかなって感じですね。まあ言ってもほら、こっちはね、一番先頭、ギターから先頭につないでの、音と、ジャズコーラスの音はいろんなエフェクター、歪みでね、ディレイとか繋がった後の、ビブラードの音なので、その辺にサウンドは大きくね、変わるかもしれませんけども、今、布袋さんね、ちなみにボーイ時代みたいにコーラス、ステレオコーラス使ってないですから、リバーブも切ってるし、ステレオコーラスも切ってる状態で、前回の武道館やってましたんで、意外とこれオフにしといて、フットスイッチつけてね、ビブラードをね、使うっていう手もありかもしれませんね。はい。こんな感じでしょうか。違いは、伝わったでしょうかね。なので、これもね、ボスのエフェクターはね、激レアで、見つけてもね、3万以上しますけども、これは安くで買えるのでね、お手元も安ファンで方であればね、ぜひ購入して遊んでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい。ビブラードに関しましてはそんなとこです。では一番最後ね、冒頭に言いましたけども、ディレイのね、DM2 技のね、発信音をね、ちょっとやってみましょう。はい、ということで前回と違いまして、DM2 の技がね、スタンダード側、セレクターがスタンダード側に変えましてですね、メモリは全く同じで、では発信サウンドをやってみましょう。はい、それではいきますよ。まずは DM3 から。技。全然速さが違うぞ。もうちょっと変えたらいいのか。こうか。ちょっと一緒だ。あ、なるほど。これを変えてやるとちょっと違う。だいぶ似るんかな。あ、なるほど。やっぱスタンダードに変えてちょっと変えてやると似ますね。同じ感じになりますね。技の方がね、やっぱ明確に綺麗な音で発信するって感じかな。こっちは濁ってる感じかな。面白いですね。このモードでだいぶ変わりますね。もう一度やっておきましょう。なるほど。難しいな、でもね。まあでもモード変えるとだいぶ変わりますね。はい、以上そんなとこでしょうか。
はい、ということで今日はですね、ベリンガーのウルトラビブラードの紹介だったり、DM2 の技をね、ボード変えてスタンダードボードにして発信サウンドをやってみたんですけども、皆さんどうだったでしょうか。伝わったでしょうかね。なかなか音だけね伝えるって難しいんですけども、皆様のね参考になればね幸いでございます。ということで、本日はそんなとこでしょうか。またね、これからもねどんどんねいろんなエフェクターがなんかあればね、紹介してみたいと思いますので、皆様よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今日はこんなとこでしょうか。はい、以上パンサー450でございました。ではまた。